はい、お疲れ様でございます。今日のね、お話はこちらでございます。ということで、ヒゲは加齢とともに濃くなっていく。今日はね、そんなお話をしてみたいと思います。まあね、どうでしょう。このね、今ね、YouTube、ご覧の方、まあいろんな年齢の方ね、いらっしゃるかと思います。20代、30代の方、まあどちらかというとね、私のね、この YouTube チャンネル、まあ40代とか50代の方はね、多いかなと思うんですが、うん、どうでしょうか。40代、50代の方、最近なんかね、若い頃と比べると、ヒゲが濃くなったなーっていうふうにね、まあ思う方はね、いらっしゃるんじゃないでしょうか。実は、ヒゲのね、この濃さであったりね、ヒゲの濃さかな、うん、っていうのは若い頃と比べるとね、年々ね太くなってる、太くなり、そしてね濃くなっていく、そうなんですよね。今日はね、そんなお話をしてみたいと思います。こちらね、ちょっと書いてるんですが、体の成長は止まってもヒゲの成長は止まらない。今日はね、そんなお話をしてみたいと思います。まずですね、どうでしょう、40代50代の方、若い頃、まあ、10代20代の頃と比べると、なんか最近ね、ヒゲがね、むちゃくちゃ濃くなったなであったりですね、あとヒゲ剃りしててもね、なかなかね、こううまくね、ヒゲが剃れないななんてね、思う方ね、いらっしゃる、ね、方も多いんではないでしょうか。もうすでにね、こちらね、グラフね、表が出てるんですが、実はね、これね、家電のね、メーカーでありますパナソニックがね、調べた、まあ、情報なんですが、実はこれね、まあ、年代別のね、ヒゲの太さを表した、まあ、グラフなんですが、20代と比べて、年齢をね、重ねるにつれてですね、ヒゲの太さがね、どんどんね、こう、太くなっていくっていうのがね、まあ、パナソニックのね、調べでね、分かったそうでございます。まあね、びっくりですよね。20代の頃は、これね、96ナノっていうんですかね。よくね、この単位が分かんないんですが、この20代の頃と比べると50代、単純にね、数値だけ見ると 1.5 倍ぐらいね、ヒゲの太さになってるそうなんですよね。確かにね、おっしゃる通り、私もね、20代の頃はそんなにね、ヒゲ、濃くなかったかなと思うんですが、今ね、45歳なんですが、40代になってからね、かなりね、なんかヒゲがね、濃くなったなぁというね、思うところでございます。そしてですね、ヒゲね、これね、ここではね、太さだけをね、表してるんですが、ヒゲっていうのはね、太くなるだけではなくてですね、実はね、生える面積、ヒゲがね、生えてくるね、面積もね、加齢、年齢をね、重ねるとともにですね、広くなっていくそうでございます。つまりですね、年齢を重ねるとともに、ヒゲが太くなり、そしてね、さらに、ヒゲが生える場所がね、どん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 広がっていく、そうなんですよね。ここのね、グラフにもある通りなんですが、実はね、ヒゲがね、一番ね、太くて、生える面積がね、ピークに達するのが50代だと言われております。60代ぐらいからね、徐々にこの辺がね、下り坂になっていくんだと思うんですが、40代、50代っていうのはね、やはりね、こうね、ヒゲがね、非常に太くて、そしてね、生えてくる面積もね、非常に広くなるっていうところありますんで、ヒゲね、もし今ね、40代、50代の方、なんかね、ヒゲね、なかなかね、こう、剃りづらいなとかね、なかなか剃ってもすぐ生えてくるなっていうね、思う方、徐々にこうね、ヒゲのね、生えてくる面積とヒゲの太さっていうのがね、太くなっているっていうところでございます。そんなね、ところで、ヒゲがね、太くなってきたなとかね、ヒゲ最近に生える量がね、増えてきたなとかって、濃くなってきたななんてね、思ってる方、もしかするとね、この、YouTube 見てる中でですね、ちょっとヒゲ脱毛しようかなというふうにね、思ってる方もね、いらっしゃるんじゃないでしょうか。私ね、実はね、今年のね、2月からね、ヒゲ脱毛をね、始めてるんですが、ヒゲ脱毛ね、始めるんであればね、若いうちからね、するのがね、ほんとね、おすすめでございます。っていうのが、実はね、ヒゲ脱毛というのは、いろんな方法あります。レーザー脱毛とかですね、美容クリニックで受ける、脱毛もあればですね、美容サロンで受けるね、脱毛なんかもあるんですが、どちらも、共通して言えるのは、実はね、ヒゲにですね、白髪が混じってくると、もうね、脱毛はね、できないそうなんですよね。というのがですね、ヒゲ脱毛というのは、レーザーをね、ヒゲを照射してですね、徐々に薄くしていくっていうのがね、このヒゲ脱毛なんですが、白髪だとですね、こうね、夜、毛にね、色素がないので、レーザーを照射してもね、照射うまくね、できないそうなんですよね。となってくると、いくらね、照射してもね、全くね、脱毛の効果がない。
まあ、つまりね、もう脱毛ができなくなってしまうので。で、やはりね、40代過ぎるとですね、まあ、ヒゲにね、白髪がね、ちらほらとね、混じってきたりするかと思います。ね、50代ぐらいになってくるとね、真っ白っていう方もね、いらっしゃるかと思うんですが、そうなってくるとね、もうね、ヒゲ脱毛はできない、手遅れっていうふうになりますんで、まあね、若いうち、そしてね、同じね、脱毛するんであっても、やはりね、このグラフの通りなんですが、やはりね、ヒゲがね、太いとですね、それだけね、施術にね、時間がかかりますんで、うん。まあ、ヒゲ脱毛もしね、まあ、やろうかなっていうふうにね、まあ、迷ってる方いらっしゃいましたら、若いうちからね、まあ、この辺のね、まあ、ヒゲがね、細くて、そしてね、生えてくる面積もね、薄い、今のうちから、若いうちからですね、始めるのがね、おすすめでございます。私もね、現在ね、まあ、先ほど言いました通り、45歳なんですが、まあ、私ね、もともとね、まあ、うん、髪の毛もそうなんですけど、ほとんどね、白髪がないんですよね。うん、そしてね、まあ、髭もね、ほとんどっていうかね、多分、髭ね、白髪ないんですよ。というところもあってね、まあ、幸いにしてね、私ね、髭脱毛がね、今できてるところなんですが、これがね、やはりね、白髪なんか混ざってくると、うん、ちょっとね、脱毛難しくなってきますんで、まあ、もしね、まあ、今ちょっと考えてるなという方いらっしゃいましたら、ぜひね、早めにね、その辺、まあ、髭脱毛を始めていただければなというふうに思います。はい。ということで、まあ今日はですね、まあちょっと最後はね、まあヒゲ脱毛という余談にはなってしまったんですが、こちらね、ヒゲは加齢とともに濃くなっていくよというね、お話をさせていただきました。今日のお話面白かったな、参考になったなと思いましたら、ぜひね、高評価、またね、チャンネル登録まだの方ですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい。ということで今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。お疲れ様です。